ットを放っています。いいや、セカンドの右抜ける、ツーアウトランナー。今日はバッターボックス堂林、まあ、ここはさっき打たれたシュートの使い方には注意したいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど、打ちました、ショートの左抜けました、ランナー出塁しました。打順はトップに帰って荻野、先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。山崎、まずは先頭バッターを打ち取っています。になった、ランナー出塁しました。バッターボックスは4番大谷、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウト、2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ツーアウト、今日阪神、さあそして打席には栗原が入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、追加点の欲しい場面、点は取れるときにどんどん取るべきですから。打ちました、高く上がった、センターオーバー、バッターランナーは2塁到達。バッターは6番堂林、点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。打ちました、ゴンザレス、アウト、ワン。バッターは守備交代から起用されている西川、ヒットでランナーを2塁に置いています。おっとどうだ、切りました、ファウルボール、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ライト前ヒット、さあチャンス。
千葉ロッテ。打順は1番に帰ります。バッター荻野。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。さあマリーンズ先制のチャンスを迎えています。さてバッターボックスの荻野、どういうバッターなんでしょうか。まあ当てるのがうまいですから三振を取るのは難しいバッターですね。なるほど、そうですか。打ちました。源田ジャンプ一番。さあそしてバッターボックスには栗原が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面、初球は何で来るか。これはファウルボールです。改めてお聞きします、バッターの栗原、どういうバッターなんでしょうか。難しいボールでも外野へ持っていってしまいますからやりにくいバッターですね。そうですか。ファウルです。いやー際どかったんでよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに。インサイド打った、取った、サードランナーがホームに。小宮山さん、サヨナラの可能性もありますがここは慎重に行きたいところだと思うんですが。どうですかね、中途半端に打てるも思い切って攻めた方がいいかなという気がしますけどね。三遊間レフト前へ抜けていく、レフト前。さあノーアウトで一塁にはサヨナラのランナー。バッターボックスには川田。ここは1点を取るためにバントで確実にランナーを進めると。ふわふわっと上がった、ここは打ち上げています。セカンドフライでアウト。さあサヨナラのランナーが一塁です。バッターは荻野。まあここはバントで確実に1点を取る。ジャストミート、ワンバウンドヒットになった。ボールは中継、バッターランナーは二塁到達。さあチャンスを広げていきます。さあそして打席には岡林が入っています。さあサヨナラのランナーが三塁にいます。バッターボックスには代打の中野。できれば三振で切り抜けたい場面。落ちた、ヒットになる。帰った帰った。打順は3番山口。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。真ん中決まった。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。ノーボール2ストライクです。真ん中打ちました、切れました。ファウルボール、またファウル。これが6球目。変化球からバッターボックス中村。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。ここもファウルです。これが3球目。インサイド落ちました、ピッチャーが取る。アウト、ツーアウト。小宮山さん、この場面で代打ですがピッチャーの心境としてはいかがでしょうか。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。引っ張った、サードの左抜けました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。さあそしてバッターボックスには岡本が入ります。さあ2アウトながらピンチは引っ張った、サード取った、1塁アウトで3アウト。
打席には1番バッター友杉。先ほどの打席はライトフライに倒れています。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。坂本抑えて一塁アウト。小宮山さん、この場面で代打ですが、ピッチャーの心境としてはいかがでしょうか。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。初球打ち、この打球はフライになっています。バッターボックスは2番藤岡。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。打ちました、取った、ツーアウトになりました。打席には3番バッター山口。今日はまだ当たりがありません。バッターボックスには代打の諸角。ツーアウトランナーありません。最後のバッターとなってしまうんでしょうか。高めのボール、セカンド取った、これでスリーアウト。2番バッター藤岡。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。小笠原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました、これはセカンドライナー。打席には6番バッター高部。点差はありますけど、最後まで諦めないでいい攻撃、いいプレーを見せてほしいですね。さあ残り回も少なくなってきましたが、しっかりと点を返していきたいところ。引っ張った、取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。バッターボックス藤岡。今日はまだ当たりがありません。小笠原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。入りました、